男塾の教科書に死という文字はあっても敗北という文字はない。男塾一号生筆頭剣桃太郎。わしは男塾を塾長伊藤島平八である。男塾に行くのです。男を磨くのです。秀丸、あれが我らが倒すべき相手ぞ。今日は男塾をいただきに参りました。先輩、自分が行きます。気をつけろ。その優しさが命取りにならねえようにな。あいつらみたいに命かけてできるか。俺やる、怖いんだよ。俺怖いよ。俺だって怖いさ。それでも逃げるわけにはいかない。秀丸、お前も男なんだろ。男塾が大変なんだ。